メインチャンネルの続きですね。リクト君、はい、見事に騙されてました。本当にほんまに1ミリも疑ってませんでした。僕みんなのこと、本当にリクト君がピュア買ってる。いやだから心配さ、どんな感じで上がるのか、ほんまほんまに。でも堀さんもやっぱ上手いっていうのありますよ。ほんまにそうなんですよ。これね、メンバーに入れた方がいいと思う。しかもね、吉田君、俺ミックに、はいはい、どう思うどう思うって言ってたでしょ。言ってましたね。助け求めとったんですよ。いやそれはちょっとみたいな、言うてくれよっていう感じで言っとったけど、あ、こもりづらいから、ね、そう、いいんじゃないとか言っていつも通りこいつ思うてほんまに辛かったあの時。吉田君もーとかなんかそんな感じだし。あれ、リクト君まだ YouTube 始めないの？来年の3月かな、予定は。ああ、そうなんだ。そうそうそう。引っ越しの時と同時に行ってたんで。引っ越しは本当にするんでしょ。ああ、そう、本当にする、本当にする。いいっすね。うん。でもさ、吉田君がいる時点でなんか疑わなかったんだ。だって一回3人で思ってらっしゃったじゃん。なんで吉田君いるのと思わなかったの？いや、もうだってセットっすもん、ミックと。ああ、そういうこと。吉田君。ああ、そういうこと。やし、その、まあ、この後、なんかね、カラオケ行くんかなっていう流れやと思ってたら、まあ、行かないけどね。行こうや。自分で餌選んでいい気分だよ。マジで何人やってこうや。ちょっと入り込んでもらっていいですか。リクト君2杯目です。2杯目でも僕はもう顔俺なんか10杯ぐらい飲んでる気がするけど。ホリさん早すぎるんですよ、マジで。ホリさん結構飲んでますよ。ホントに早い。顔若い。ちょっとですね、ちょっと若いね。リクト君の方が、はい、僕の方が多分若いですね。ああ、2杯目にして、はい、この気合わせめっちゃ大事。なんか最初3人で飯食うって思ったけどさ、うん、なんか普通に飯食ってもなーっていうのもあって、なんか急になんか神が降りてきたけど、だから。おしゃれなことなんだ。さ、悪魔美女3人ぐらいでハニートラップに引っかかるか、自己物件かどっちかみたいな感じで、いや、引っかかるんで面白くないんで自己物件しましょうね。なるほど。美女が引っかかっちゃう。いや、余裕で引っかかるんだ。おい、知らなかったから。知らなかったから、なんかリクト君のファンの子が、なんか俺の女友達がリクト君に合わせてくれって言われて、セッティングしたっていう手で行くか、自己物件どっちかって言ったら、ハニートラップはもうイージーすぎると。いや、ハニートラップは断ってたから、自己物件断ってたと思いますよ。なるほど。だってさ、なんかそのすごい体重管理とかさ、うん、自分に厳しいイメージあるじゃん、うん、チャラい人多いですから、結局。あ、そうなの。そう、いや、リキト君そんなイメージないけど。そんなことないですよね。リキト君大丈夫？全然大丈夫よ。ハニートラップ買っとこいよ。おい、来い来い。怖いよ、本当に。ほんま、これだからリアルすぎて、この流れがリアルすぎてやばかったんですよね。あ、結婚も結構リアルだった。うん、なんか周知卒ってなんかね、あ、でも本当に落ちなくなったんだね。本当に涙目になってましたから、僕は。ドッキリって言われた時の安心感。ほんまによかった、思って。あのままだったら実際断ってた。いや、本当に一回持ち帰らせてくださいって言ってましたね。で、考えてどうしてたの？いや、考えて、いろんな人に相談して、いろんな人に相談して、判断してましたね。決断しました。あ、なるほど。どうです？なかなか厳しいかもしれないですね。なかなかね、正直なかなか、あえてそこを借りる必要ないよね。そうなんですよね。わざわざそこに行く必要ない、でもまあ、でも本当実際チャンスなんで、うん、じゃあやっぱチャンスもらってる立場なんでね。あ、まあその部屋が増えてね。そう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 。堀さんからって言われると断りづらい。そうなんですよ。そうですか。それはあるよ、多分。実際そうなんですよね。一番大きい一番ね。せっかくね、用意してくれて、うん、そう、知らない人から言われたらそこで断らん。そう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 、断る話じゃないけど。ほんまに堀さんのそのポジティブシンキング出たーと思って。ここでもそんなポジティブに行くんや、この人と思って。堀さんがなんか、堀さん弁護士なんでね、うん、どっからでもさ、やっぱ正論言えるけど、今日さすがに無理でしょっていうなんか言い分でしたからね。確かにね。チャンスだよ。あったあった、あった、あった。なんかこっち調べじゃん。いや、もう死んでるけどそれ以上はないわけよみたいなこと言ってるけど、それ以上はさすがにないでしょみたいな。それないでしょみたいな。確かにそれじゃないですよって。それはもうみんな分かってますよ。それメインチャンネルね、見出してもらえるの分かるんですよね。
いや、人って追い込まれたら案外あかんな、やっぱり。ほとんど聞いてなかったでしょ、話してる。いや、ほんま、そうやね。ほんまに。カメラも結構前から撮ってたのにさ、そう気づかんだもんね。考えまくってね。で、パッて見てもさ、ドッキリと気づかず。なんで撮ってんのって言うじゃん。歴史的なこの超越の瞬間を撮ってるのにもさ。いや、そうっす、そうっす。インスタとかなんかね。なんかそのネタで、ネタで撮ってると思ってたんで。いや、俺がこのプレゼント渡した下りからさ、気づいてほしかった。そうっすよね。そこに気づくわけっすよね。普通は。海君と同じパターンじゃん。はい。俺またあのパターンかって気づいてほしかったよ。いや、確かに。あれ、俺、重大なヒント与えたから。そうっすよね。あれ、そうなんですよ。これ、海君と一緒だなって気づいてよ。いや、確かにそうなんですけど。そうそうそう。いや、本当にサインさせたいんやと思って。そうそうそう。気づかんもんすね。リクト君、俺よりやりやすいかもしれんな。いや、でもあれよ、堀さんがうまいじゃん。いや、ほんまにそうやねん。堀さんもどんどんあの疑われるわけですからね、これから。あ、これから。それからただの飯とかでもう、なんか取ってるでしょ、みたいな。堀さんに誘われたら構いますわ、僕。構えときますわ。完全に YouTube 何もやってない人も、信用できなくなってくるわけです。ほんまにこれはマジで、マジ人間不信になる。つらいですね。こんなんばっかっすよ。いや、YouTuber つらいっすね。マジでつらい。怖いな。まあでも、これはあんまね、仕掛けられて成功されたことないんだよ。あ、みくるくんがね。なんかいつもなんか、あれや、またんとしてるよな。これとみくるくんはなんかお互いにドッキリしてて、暗黙の了解を変えるよね。はいはい。なんか俺、みくるくんじゃん。なんかさ、常にでも疑い深いから、俺が今日ドッキリ、俳句の時もそうだけど、俳句にドッキリ仕掛けるんだけど、でも実際俺がドッキリ仕掛けられるっていう可能性もあるんじゃないかみたいな。今日もだから常にね、常に警戒してるわけ。なるほど。二重ドッキリがあるんじゃないかみたいな。そう、二重、だから、たくまくんに切れる回があったじゃん。はいはいはい。あれとかも来るからみたいなさ。なるほど。最後の時代常に想定してるんだよ、仕事柄。なるほど。なんもなんでもさすがに堀さんに切れるドッキリはしないですよ。ああ、それしても一応なんか、あの、大人の対応するようにしてさ、めっちゃ大事なんですね。めっちゃ大事なんですね。ずるいですよ、それ堀さん。そうそう、ハニトラップも引っかからないみたいな。なるほど。いや、でも僕、今日ね、あの、ドッキリ、本当直前まで考えようか、考えてたんですよね、本当は。あ、本当に俺に、あ、本当。へぇー。やっぱり、でしょ、そういうやつに疑うよ。やめたんですよね。あ、例えば何があった？年末の相手、超ヘビー級の選手と入れました。実際止めるのか止めないのか。あー、なるほどね。例えば誰って、ヘビー級誰だっけ。あの、スダリオ。スダリオ。あー、スダリオとかね。発表されちゃったからね。はいはい、まあまあ。ミノーマンってね。いや、でもなんかあの、欠場になっちゃったんで、ミノーマンが。あ、なるほど。僕にオファー来たんですよ。アドリブ使うの。はいはいはい。それを俺が止めるのかどうかって、ね、そうですね。確か検証でね。それ面白いね。確かに掛け合ったことないから、どっちかが仕掛けるかもしれないですね。いや、それにはあの、なんていうの、急戦協定ですみたいな。そう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 。お互いにやめときたい感じだね。ロシアとアメリカみたいな。お互いに核を。いや、でもどっちかと始めちゃうと、なんか相当高度な、なんかさ、一年ぐらいかけたやつが始まりそう。俺それ逆に言ってないからさ。ビクルチャンネルがバズるけど、俺別にそんなメリットないから。なんか頭のいい人、IQ 高い人って騙すの難しいですね。常に警戒してても、最悪の時代常に想定してるから。あ、なんか来るかもしれないなと思って。でもなんか、タイトマンがね、すぐ堀さんに攻撃しようとするんだから。あ、特にしようとするんだ。なんでやすね。弁護士事務所になんか、下着の段ボールが飛ばれた。他の社員がどういう反応するの。堀さんどれぐらい焦って隠すのか。